Hi everyone, welcome back to my channel. 皆さんこんにちは、本郷愛です。今回は一人で Uber Eats を頼んだので、Uber Eats を食べながらお仕事の話をしていけたらなと思います。じゃん。みんなこれ結構もう有名だから知ってるかな？クリスプサラダオークスでサラダを頼みました。最近野菜を食べてないので、サラダを頼みました。なんて名前のサラダだったっけ？カルメックス。カルメックスっていうサラダです。オープン。じゃらーん。じゃらん。こんな感じ。この動画長くなると思うので、皆さんもなんか食事しながらとか、作業しながら、流し見で聞いていただければなと思います。私今デビューしてから2年半ぐらいなんですけど、デビューした時にみんな女優さんってなんで AV デビューしたんですかっていうのをインタビューとか取材で聞かれるんですけど、どういった経緯でとか、どういったことにメリットを感じてとか、どういうモチベーションで始めたとかって深く話す機会がやっぱりなかったので、今回まあ YouTube を始めた機会として自分の言葉でゆっくりと皆さんに説明できればなと思います。やっぱりこう仕事関係の人にもだし、友達にもそうだし、ファンの方にもそうだし、この仕事始めたの、なんで始めたのっていうのはやっぱすごい聞かれる質問なので、なかなかね本音で話したことがなかったので聞いていただければなと思います。いただきます。おー、サラダ健康的ですね。いただきます。野菜大事。野菜食べましょう、皆さん。なんかまあ学生時代の時の話になるんですけど、当時デビューした時私大学生で、この間の100の質問の時も話した通り、私高校生の時は海外にいて、海外の高校、学校に行ってたんですけど、高1高2の時とかはもう本当に将来の夢っていうのがなくて、留学行ったし、英語使える仕事をするのかなとか、まあそもそも日本帰るかも決めてなかったし、海外で将来暮らすっていう選択肢もまだあったし、なんか興味あること見つかればいいなーぐらいで、こんなにこう将来の夢っていうのが決まってなくて。で、まあ何か決まった時に、それがすごい学歴が必要な仕事だったりとかすると困るから、とりあえず勉強だけはできるようにしとこうと思って、勉強をすごい頑張ってたんですけど、高3の時に、人体の授業を受けた時に、それがすごい面白くて、脳がどうやって、どういう仕組みで動いてて、どういう信号を送ってどう感じてとか、心臓の働きとか、なんかそういうね、初歩的なものを習ったんですけど、なんかすごい面白くて、どうやって風邪になるんだろうとか、風邪になったらどうやって治るんだろうとか、そういうのを全部知りたくなっちゃって、体の仕組みに興味を持つようになって、その時はもう放課後とかもずっと家帰っても、なんか教科書読んでたんですよ、生物の。生物の教科書読むことがもう趣味みたいになったりとか、ぐらいすごいハマっちゃって、大学どうしようって思った時に、やっぱりそういう医療に関して学べる大学に行きたいなと思ってたんですよね。で、いざそれを仕事にするかって言われるとちょっと微妙で、本当にもう知りたいが強かったから、とにかく勉強したい。仕事にするかはまだわかんない状態だったんですよね。で、日本が好きだったし、とりあえず日本の大学に行こうと思ったんですけど、じゃあまず何学部にするかってなった時に、医学部が一番結構学べるは学べるじゃないですか、もうお医者さんだから。だけど、勉強はしたいけど、やっぱ医学部だと大学って6年間かかるし、学費もやっぱり高いし、まあ医学部じゃなくてもいいのかなと思ってて、で、いろいろこう調べてた時に、看護学部を見つけて、看護学部だったら、やっぱりその全体的にベースで4年間で学べるし、介護の仕方とかも勉強できるから、こう実用的っちゃ実用的だなと思って、実際に看護師さんにならなかったとしても、生活で役立つこともすごい学べるし、いいなと思って、看護学部に入ることにしました。なので、高校を卒業した後は日本に帰ってきて、4年生の大学の看護学部に入りました。ちょっと食べますね。ブレイクタイム。看護学部でもその全般的に疾病、病気の知識だったりとか、体の仕組みとかは、座学で学ぶので、やっぱり自分がずっと興味持ってたこと、知りたいことが学べたので、本当に大学の授業はめちゃくちゃ楽しかったですね。テストとかも別に苦じゃなくて、もう知りたいことだったから、そんなにテスト勉強とかしなくても、普通に成績、いい成績取れてたぐらい、本当に多分自分が勉強したかったことなんだろうなって振り返ると思うんですけど、看護師さんってあと看護実習
年生ぐらいになると出てくるんですけど、そこがやっぱりこう一番看護師さんとしての動きだったりとか仕事っていうのを学べる実践の授業なので、やっぱりそれをやった時に、あ、確かに勉強はすごい楽しかったけど、いざ看護師さんの仕事ってなるともう本当にやっぱり大変というか、もう本当に私は尊敬でしかないんですけど、やっぱり自分はこれじゃないなってすごいこうやればやるほど感じて、なんか勉強は楽しいけど看護師さんになりたいっていう気持ちがやっぱりないなって気づいて、そこでまあでも勉強は楽しかったから授業は楽しく普通に聞いてたんですけど、だん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 看護師さんにならないってなったら将来仕事どうしようっていう不安というか、まあいろいろ考えておかなきゃなみたいな、どうしようかなって迷ってる時に、まあいろんな選択肢があったんですよ。看護師さんの免許を持ってても看護師さんにしかなれないってわけじゃないですし、実際にあの保健室の先生とか、保健室の先生は多分また別の資格がプラスで必要なんですけど、あとはなんか先輩だと CA さんになった人とか、まあ、いろんな選択肢があるなぁと思いながらこう考えてた時に、当時私 iPhone のロック画面が深田恵美さんだったんですよ。本当に深田恵美さんがすごい好きで、3年ぐらい前の話なんですけど、エム女優さんの SNS とかいろいろこう出てる時代で、Twitter で深田恵美さんの写真見つけた時に、めっちゃ可愛いみたいな。AV 女優さんってことは AV 見れるじゃんってなって、なんか AV のサンプル程度、私はサンプル程度でまだね、その時は本編で見るっていうことは私は人生でしたことがなかったので、サンプル動画だけ見たんですけど、もうめっちゃ体も綺麗で、え、すごいみたいな。本当にその時のこう自分のなんか可愛くなるモチベーションとか痩せるモチベーションっていうのが本当に深田恵美さんで、ずっとロック画面がいろんな深田恵美さんの写真をこう入れ替えしながら過ごしてた大学生活だったんですよ。でそのなんか写真をふとこうロック画面見た時に、あっみたいな、なんか深田恵美さんすごい私好きだけど、確かに AV のお仕事ってどんな感じなんだろうみたいなのが急にこう思った瞬間があって、その時はもう大学生だし仕事どうしようっていうのもあったので、迷いなく好奇心でこの業界について知ってみようみたいになって、まだ入るか確実じゃないけど聞くだけでも大丈夫かなと思って、あの AV やってる事務所に話を聞きに行ったんですよね。実際本当に自分がやるかっていうのは本当にその時はもう決めてなくて、いい話だったらありかもぐらいだったんですよね。その業界で活躍するその先輩方の存在とか、なんかそういう話をいろいろこう聞いた時にいいなって思ったことがあって、私の中で当時ですよ、当時です、これは。なので今はこのモチベーションでは動いてないんですけど、まず1個目が、自由な時間がたくさんあるっていうのがあって、AV 女優さんっていろんなカテゴリーがあるんですけど、まあ、主に単体女優さん、企画単体女優さん、企画女優さんっていう、まあ、大きく3つなのかな多分のカテゴリーがあって、事務所の方には私だと単体女優さんを選ぶこともできるよって言われて、単体女優さんっていうのがメーカーと、専属の契約をして月に1本アダルトビデオに出演するっていう契約なんですよね。うん、なので実質、まあ、メーカーによって1本撮影するのに必要な日数って違うんですけど、まあ大体1日って言われてて、私も実際デビューしてからずっと1日で取り切ってるんですけど、31日間1ヶ月ある中で1日だけ働けば単体女優さんとしては成り立つんですよ。その時の趣味が、まあ、高校生の時からずっとそうなんですけど、すごい旅行が好きで、大学生活送ってる時ももう学校行って直行でバイト行って、もう寝る時間ギリギリまでバイト働いて、でも寝て、本当に家はもう寝るためだけみたいになってて、もうずっとそういう生活を送ってて、で全部そのバイト代は旅行に費やしてたぐらい本当に旅行が好きで、体力があっていろいろ動けるうちにいろんなところに行きたいっていう気持ちがあったので、実施中31日のうち1日働けばいいってことは、残りの30日どこでも行けるじゃん、旅行しまくれるじゃんみたいなそういうのがあって、惹かれたっていうのが一つあります。で2つ目、めっちゃこの業界に入ったら綺麗になれるんじゃないかなみたいな気持ちがあって、やっぱり AV 女優さんっていうのは世界中にね一生残るんですよ、その動画って。決め顔だけじゃなくて、こうやってね撮ってるこう定点カメラだけじゃなくて、もういろんな角度から撮られるんですよ。もう上から下から後ろからみたいな、顔もさやっぱぐちゃぐちゃだし汗もかくし、私もう服もね着てないからね、
体全部の肌の綺麗さだったりとか、こう体のラインとかも全部見れちゃって、それがもう一生残るんですよ。で、世界中もう誰が見てるか分かんないみたいな。で、そうなるともう可愛くなりたいっていう気持ちが私は多分すごい強くなるだろうなと思って、残るなら可愛い状態で残っててほしいじゃないですか。なので、実際この業界入ったらすごい美意識も高くなるし、可愛どんどん可愛くなれるんじゃない私みたいな。やっぱり表に立つっていう仕事ってみんなそうだと思うんですけど、なんかそういうもののメリットとかして感じていいなって思いました、この業界に。で、やっぱりまあもちろんね、リスクだったりとか失うものってたくさんあるんですけど、まあそういったものとよくよく時間を考えて照り合わせた時に、今のエブジュエさんって本当にアダルトビデオに出ることだけじゃなくて、いろんなね SNS でも活躍できたりとか、他のお仕事もされてる女優さんもたくさんいるので、そういった話を聞けば聞くほどすごくこう可能性を感じたというか、もうなんか自分の頑張り次第でどこまでもいけるんじゃないかみたいな、そういったこう希望がを感じてこの業界に入ったっていうのがありますね。で、今は本当にまた別のモチベーションで動いてるので、実質今デビューして2年半なんですけど、本当に皆さんのおかげでこうアダルトビデオの出演月の1日のだけじゃなくて、やっぱ他のお仕事もね、こうやって YouTube とかイベントとか、グラビアの撮影とか写真集の撮影とか、本当にいろんな仕事させてもらってるので、そういう旅行のモチベーションというか、そういうのではなくて、その可能性、いろんなお仕事ができる可能性とか、そういったところにモチベーションを感じてるというか、少しでもまだその可能性が見えるなら諦めずに続けたいなっていうのがあるし、結構私は女優さんの中ではイベントとかファンの人の交流を結構大事にしてる方で、本当にすごい時はもう週に1回ぐらいのペースでイベントやってるんですけど、なのでやっぱりこの2年半で気づいてきたそのファンの人とのつながりが本当に強くて、続けるモチベーションにもなるし、これからももっといろんな思い出作りたいな、みんなとみたいなのもあるので、今はこの仕事を続けてます。で、ここでちょっと言いたいのが、この動画をもし見てくれて、この業界に興味を持った女の子がいるとしたら、まあもちろんここではすごいいいことばっかりをな並べたんですけど、本当にね、いろんなこうリスクとか失うものっていうのはあるの で、それぞれそれは私が思うリスクと、その皆さんが思うリスクとか失うものってそれぞれ違うと思うので、そこはね、こうじっくり考えて、もしこの業界興味あるよって思って、あ、いいかもって思った方もちょっと慎重になって考えてもらえればなと思います。何か質問があればね、コメントとかでも書いてくれれば答えるので、ぜひ何かあったら言ってください。みんなに聞かれる質問だと、まあやっぱり見バレというか親バレの心配もありますよね。私の場合は、私の予想だったら、なんかデビューして、まあ、1年ぐらいで周りの友達にバレてきて、2、3年で、まあ、親にバレるってことは、結構私両親どっちも年齢がすごい上なので、そういう SNS とかもそんなに見ないし、さすがに私のお父さんもこう AV を見る年齢じゃないんですよ結構。まあ、こう両親にバレる心配は本当にその時はなくて、まあ、自分から2、3年とか3、4年経って、ある程度こう自分のこう人気だとか自分の中でのやりがいっていうのを感じて、ちゃんと言葉で説明できるぐらいになってから自分から言おうって思ってたんですよ。なんですけど、そんなはずはなく、私がデビューの情報解禁された2、3日目とかで、ほとんどの友達にバレました。なのでバレます AV は。それは伝えたい、本当にバレます。別にバレること自体はもう覚悟してたし、全然嫌ではなかったんですけど、そんな早くバレるみたいなぐらい、もう本当にいろんな子から連絡来たし、私のいないグループ LINE とかで画像貼られてたりとか、なんかいろいろあって、でお母さんにもデビューした情報解禁の5日後とか1週間ぐらいでバレました。本当にびっくり。お母さんは絶対バレないと思ってたのに、そのバレた理由が、いろんなこう友達にバレたってさっき言ったんですけど、そのバレた友達の誰かがこうそのお母さんに言って、さあそのお母さんが私のお母さんに心配して連絡してきたみたいな感じでバレて、もうその時は何だろうな、やっぱり自分の中ではちゃんと自分の言葉でこういうプランでこういうことをもう他にもやっていって、こういう未来が
今見えてますみたいな、でこういうところに向かっていきたいですみたいな、そういったのを全部自分で納得して言葉にしてから説明したかったから、もうすごいもう予想外だし、めっちゃなんていうの、悔しいというか、なんかうわこんなこんななんか何にも分かんない状態でバレたら心配しかないじゃん。私もこうしょなんか証明したいみたいな、この仕事でも私はすごいやりがいを感じてるし、お母さんが心配するようなこととかももちろんこう考えた上でやってるし、自分がちゃんと生き生きとこの仕事をやってるんだってことを証明したかったから、それを証明できるものがもうデビューして間もないから何もなくて、それがすごい悔しくて、だからそれができるようになるまでは自分からもこう連絡したくなかったし、仕事の話をしたくなかったんですよ。なんか認められたいみたいなのが少しあったと思うんですけど、なので1年間ぐらいは本当に連絡もせず冷静って感じだったんですけど、1年前ぐらいかな、私コロナのワクチン2回目に打った時の副反応がひどすぎて救急車呼んだんですよなんか本当に 40.9 度ぐらいまで出て、で本当に40度台の熱を出したことが1回も人生でなくて、で一人暮らしだし、でワンちゃんルイもいるし、でなんか息もなんかみたいになってきちゃって、で私ちょっと普通の多分一般の人よりもコロナのワクチンをちょっと早く打てたんですよね。なのでなんかコロナのワクチンのそういう副反応でどういうことが起きるみたいなのって今はもう割と予想できるけど、情報が何もない時でこんな副反応で出るみたいな、もうその時パニックすぎてもうどうしようか分かんなくて初めて救急車を呼んだんですけど、でも案の定やっぱりワクチンなので、救急車を呼んで病院に行ったとしても何もこうやってもらえることがないんですよね。もう薬、解熱剤だけもらってじゃあ帰ってくださいみたいなもう私の期待ではなんか点滴とか打ってくれるのかなみたいな、そういうイメージだったので、なんかそれでとにかく楽になれると思って呼んだのに、結局まだ40度の熱あるのに帰ってくださいって言われて、え、どうすればいいのみたいな、それをなんかタクシーを呼んでる時になんかパニックになっちゃって、これからまた熱上がったらどうしよう、もうルイもいるし、また本当にこれでまたでも救急車呼んでも同じことだし、どうしようみたいになったら、いやパニックで過呼吸になっちゃってそれでも過呼吸になっちゃって、看護師さんに大丈夫ですかベッド行きましょうみたいになって、なんかとりあえず落ち着く注射みたいなの打ってもらったんですけど、もうそれで過呼吸になったせいで頭痛もすごい出ちゃって、でまた熱も上がっちゃって、もうどうしようもないと思って、それで初めてお母さんに LINE したんですよ。実家に帰ろうと思う。これはもう一人じゃ無理だから誰かに見てもらわなきゃと思って、当時頼れる人がやっぱ家族だったので、LINE で電話して、あ、お久しぶりです。私です。それでもうヘロヘロの状態だったんですけど、分かったよって言って病院に来てくれて、で、お家まで送ってくれて、で、実家に帰って、見てもらってたんですけど、まあ、その日がきっかけになんかやっぱり1年通して私もお母さんもこう少しずつこうお互いのトゲが取れていったのか、少しずつこうまた仲直りできて、今となっては本当にもう仕事の相談とかもすごいお母さんにしてるし、いろんな報告、今日はイベントでこういうことがあったよとか、今から写真集の撮影で沖縄に行くよとか、なんかそういった話とかもできるような仲にはなりました。この YouTube をお母さんが見てるかどうかわからないんですけどありがとうございますお母さん。まあなかなかこういう AV の仕事に対する経緯とかモチベーションとかそういった話をする機会がなかったので、こんな感じで話していきました。いかがでしたでしょうか次の動画の企画何も考えてないのでコメントで教えてくださいなんか案はいろいろ浮かぶんですけど、なんか実際何がいいんだろうってすごい迷ってて、まあそれこそのねひかるさんの動画で話してたダイエット系とかでもいいですし、こういう話系でもいいですし、なんかこうやってほしい企画とかがあったらぜひコメント欄で教えてほしいですもう全然食べれなかっためっちゃ余ってるこれから最後動画撮り終わってから美味しくいただきます。はい、そんな感じで今日は、私がこの業界に入った理由だったりとか経緯をお話ししていきました。あ、うわ、ちなみに今この着てるフーディーはリザードです。ヒカルさんと前回100の質問を取った時にヒカルさんが緑って言ったんですけど、私はこの色違いの白をこの間もらいました。ヒカルさんありがとうございます。可愛いのがいっぱいなので皆さん興味ある方は見てみてください。
ということで皆さん見てくれてありがとうございました。 Thank you so much for watching and I'll see you guys in the next one. バイバイ。ありがとうございました。